こんにちは。テンパーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出でですね、今後どういう品揃えをしていくと、儲けやすいか、それについてお話しします。Amazon はね、今、いろんなジャンルを幅広く出品して、とりあえず価格差はあるというかね、とりあえず出すけど、その商品に詳しくない出品者、そういうのをもうたくさんだと、ね、必要ないというふうな判断にしたというのが、感じられます。自分の得意なジャンル、自分が、得意になれるジャンル、何か強みを発揮できるジャンルに絞って取り扱わないと稼ぎにくいと、そういうふうに変わってきてますね。で、それ、ちょうどいい例えが最近立て続けに出てきてまして、このワタミ経営危機と。ワタミってのはもう居酒屋なんですけど、特に何に強い居酒屋ってわけじゃなくてですね、いろんなものがあってそこそこ安いという居酒屋ですね。今の時期にはあんまり、ね、焼き鳥専門とか、なんとか専門とか、肉が食えるとか、酒がいっぱい種類があるとか、そういう特色のあるところに比べると集客が弱い。集客弱いから値段で勝負するしかない。値段で勝負しても、値段で安売り、ね、安売り合戦で利益が出ないということで、かなり苦境に陥っているようです。そしてもう一つ。ね、セブンアイ・ホールディングス、イトーヨーカドーですね。イトーヨーカドー、総合スーパー。何でも揃うけど、気の利いたものは置いてないと。ね、やっぱり、何でも揃うけど、何でもあるけど欲しいものは何もないという状態になりやすいんですね。それぞれの専門店にやっぱり負けてると。服だけを扱ってるお店、食料品だけを扱ってるお店、おもちゃだけを扱ってるお店、そういうのに比べると、やっぱり、品揃えにも魅力ないと。で、よくわかんなくてね、買いに行って店員さんに聞いても店員さんもね、専門店じゃないんで商品知識もないと。ちょっと前だとね、ヤマダ電機とか家電量販店もそうでしたけど、何でも揃うけど、特にね、強みがある分野があるわけじゃない。安いって謳ってても、もっと安いとこもあると。商品説明をね、機構にも商品に詳しい人もいないと。そういうのはもう本当に必要ないというふうに判断されちゃってます。で、Amazon のことに戻るとですね、そういう出品者が多いと。ね、何でも揃えてるけど、特に何か強みがあるわけじゃなくて、何かに詳しいわけでもないと。そういう出品者はね、あんまり言ってもしょうがないというふうに、やっぱ今、Amazon も判断してますんで、専門店化を進めるのがおすすめです。どんなふうに専門店化をした方がいいか、何のジャンルなら強みが発見できるか、こういうのなかなかね、自分だと気づきにくいことなんで、何を中心にやっていいんだかわかりませんという方はですね、お気軽にご質問ください。ジャンルを絞ってやっていった方がやっぱり稼げるというのはね、ここ1ヶ月ぐらいで、軌道修正して利益、売上ともに増えている人が続出しています。特に最近売上が急に減ったという方はですね、やり方が、今の Amazon のやり方に当てはまらなくなってきていると。話がね、ちょっと前後しちゃいますけど、先月、8月のね、中旬あるいは上旬に、おそらくそのカートを取らせる仕組み変わってます。そのあたりから売り上げが急に落ちてるという方はね、早急に対策が必要なんでご連絡ください。またその時期から売り上げが急に上がってるという方はですね、バッチリ戦略が当てはまってますんで、今のまま突き進んでいっていただければと思います。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。